足柄、従順洋艦。足柄は、日本海軍の従順洋艦。両行型の三番艦。川崎重工業神戸造船所にて建造。艦名は、神奈川県箱根の足柄山にちなんで命名された。なお、戦後この名称は、海上自衛隊のあたご型護衛艦の二番艦、足柄に受け継がれている。1937年の常時六世大艦。 記念観館式の際には、招待官としてイギリスへ派遣され、植えた狼というニックネームを付けられた。足柄は1929年、昭和4年8月20日神戸川崎造船所で、竣工した。1935年、昭和10年4月7日の氷中観測力試験では、排水量1万3000トンで、実測35.6ノットを発揮した。 しかし9月14日の演習中に足柄の2番砲塔で事故が発生し、13名が死亡した。1937年、昭和12年にはイギリスに派遣され、5月20日のジョージ6世大幹記念館艦式に参加す。その後、ドイツのキーイル軍港に寄港しつつキロに着いた。佐世保軍港で整備した後10月より、東南アジア方面に進出して活動した。 12月11日、第4艦隊機関、司令官、豊田添夢海軍中将として、台湾周辺海域で行動中、台湾東南洋上の避念島に座礁した、アメリカの豪華客船プレジデント・フーバー号の救援に、赴く。足柄の乗組員は、アメリカ駆逐艦が到着するまで、避念島に上陸したアメリカ客船乗客を保護した。1941年、 昭和16年初頭より、仏通院新中を支援し、9月23日に、佐世保へ帰還した。足柄は、第3艦隊第16戦隊帰還となり、10月10日には、高橋伊望中将が上艦している。11月29日南方へ出撃、太平洋戦争、大東亜戦争開戦後は12月のフィリピン侵攻に、参加した。12月10日には、米軍機の編隊。 ご機編成の空襲を受ける。米軍機は高度6000メートルから足柄に向けて爆弾を投下。足柄は直ちに降格砲にて応戦した。結果、爆弾は足柄艦尾50メートル付近に着弾したため大事には至らなかった。この様子を足柄を機関とする第16戦隊を護衛していた駆逐艦朝風の上員である佐野直一海軍三等兵装は実著にて 以下のように改装している。重力足柄は直ちに広角砲にて射撃を始めたる。時は、敵機は、爆弾投下せしなり。爆弾は、足柄完備50メートルの近くに投下大音響と、共に、山のごとき、ものすごき、水煙を上げり、全く敵ながら6000メートルの高度より50メートル、離れただけだった。もしも命中せば、足柄も、 海中の底深く沈んでいったであろうと思ったとき、爆撃のものすごさを、真と味わうことができた。敵機は、降格砲に驚かされて一目散に飛べされり、敵機は、米のダグラス大型戦闘機であった。1942年、昭和17年3月1日の、スラ菅ヤ沖海戦では、足柄は、姉妹艦三隻と共に、 イギリス海軍の従順洋艦エクセター、駆逐艦、エンカウンター、ポープを共同で撃沈した。戦闘集結後、高橋第三艦隊司令長官の命令により、連合軍将兵の救助活動を行う。3月3日には、降格法にて、連合軍潜水艦の撃沈を記録した。その後、第2、南図海艦隊機関、第16戦隊となり、 シンガポール方面で活動する。足柄は、東南アジア各地の視察、訪問、兵員輸送、巡航、警戒任務に従事、東方清掃した。一方、ソロモン諸島に比べ落ち着いた戦線を担当していたことから、足柄が機関を務める第16戦隊を留守部隊と自重する乗組員もいた。1944年、昭和19年2月25日に、 第五艦隊第21戦隊、青葉、足柄、絹、敷並、浦並、甘切所属となる。3月29日に、佐世保入港後、4月2日に、大港入港。アリューシャン方面で警備に着く。6月上旬、マリアナ沖海戦で、日本海軍は大敗した。上重徳連合艦隊三宝は、戦艦山城、巡洋艦那地、足柄、玉、木曽。 アブクマ島の第5艦隊によるサイパン島突入作戦を発案、アメリカ軍に対し陸上砲撃を行う計画を提案した。6月21日、横須賀に入港して作戦準備を行うが、実行前に作戦は中止となった。8月、クレに移動。同月、第5艦隊と第12航空艦隊で北東方面艦隊が編成される。10月、 台湾沖航空戦で日本軍はアメリカ艦隊に大損害を与えたと誤認。第21戦隊は残敵総統に向かうが戦闘はなく帰還した。1944年10月の冷凍機械戦に足柄は島艦隊所属で参加した。日本海軍は大敗し、前人が足柄の艦長であったバン・タダミが艦長として座していた戦艦の負荘も、 足柄の傍らで山城と共に沈んでいる。冷凍機械船を第21戦隊は解体された。12月5日、足柄の所属する第5艦隊が南西方面艦隊に転属となった。12月、足柄はフィリピンのミンドロ島に上陸したアメリカ軍への攻撃作戦、冷号作戦に参加する。12月24日、作戦の指揮を取る。 第二水雷戦隊司令官、木村正富少将座城の駆逐艦、霞や、慶順洋艦大淀どと共に、カムランワンから出撃した。12月26日、B-25 爆撃機の投下した500ポンド、爆弾一発が命中、B-25 が体当たりしたとも、火災が発生したが酸素魚雷に誘爆することなく、消火に成功し、マンガリン湾に突入した。 湾内の停泊した輸送船や上陸地点の物資集積所に向けて砲撃を開始すると約20分間にわたり砲撃を行い2月28日にカムラン湾に帰投した。1945年昭和20年2月5日に南方に分断された残存艦艇で第10方面艦隊が編成され足柄はそこに属する第5戦隊の所属となった。 1945年6月4日、足柄は駆逐艦神風を伴ってシンガポールを出港。翌日バタビアに到着し、陸軍の兵員約1600名や物資を乗せ6月7日にシンガポールに向け出港した。神風は別行動をとっており、足柄は単艦で航行していた。6月8日12時15分頃、万華海峡北側入り口で足柄は 神風と合流しようとしていた。その時、イギリス海軍の潜水艦のトレンチャントが発射した魚雷八本のうち四本が足柄の応源に命中した。トレンチャントは、さらに後部発射艦から二本の魚雷を発射し、一本が命中した。足柄は十二時三十七分に転覆し、艦尾から没した。神風は、足柄の艦長の三浦駿大佐を含む乗員八百五十三名と、 陸兵400名を救助した。ペナン沖海戦で沈没した第5戦隊のもう一隻の姉妹館のハグ黒が6月20日に除籍されると、第5戦隊は解体された。終戦から5日後の1945年8月20日、足柄は除籍された。艦長たちの軍艦誌102から105ページ、日本海軍誌第9艦、第10巻の小艦の召喚履歴に基づく。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。